皆さんこんにちは。 T5 ジャズレコーズの清水です。横浜ワイン会ポッドキャストエピソード4、多様化するオーディオ再生環境第4回をお送りいたします。今回はレコードの洗浄方法の話題から、アナログ版ブームで人気高騰中の中古版の話題、最後の方はかなりグダグダな雑談モードとなっています。水の激落ちくん、個人的に中古版の洗浄にはかなりおすすめです。詳しい方法は T5 ジャズのホームページにも掲載していますので、ぜひご参考になさってみてください。また今回最後の方は千葉県の自然が豊かですごいなぁなんていう話題で、全然音楽やオーディオの話題からどんどんかけ離れていっていますが、いつもながら思いつくまま気ままなトークとなっています。ぜひごゆるりとお聞きくださいませ。お送りするのは前回と同じレコーディングエンジニアの斉藤孝之さん、プロデューサーマネジメントの大谷智博さん、そして T5 ジャズレコーズの私清水の3人でお送りいたします。このプログラムは名盤名演から最新録音まで、国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイトイオンキオミュージックの提供でお送りします。もう忘れちゃったんですけど、ずいぶん前にいたんで、うんうん、どうするんでしたっけ。いや普通にだから、水道流しに持ってって、うん、下にあの一応ゴムのなんか引いて、うん、あのターンテーブルのゴムのやつ、うんうんうん、安いやつを、うんうん、でその上にバンを置いて、うん、激落ちくんシュ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 って言って、うんうん、でちょっとしばらく置いた後に、うん、マイクロファイバーの、うん、雑巾じゃないけど、はい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 、それで水道を流しながらザーッと切れ、あと最後はドライヤーでファーッと飛ばして水、なるほどね、残っちゃうから、まあ、そう、あの変に残るとあの水道のねちょっとカルキっぽいのが白く残る、残りますよね、うん、極力、うん、あの水で水をドライヤーで飛ばして、ね、でちょっとしばらく乾燥させて、あでその後やると完璧です。完璧。水ですその状態で録音。大体同じことやってますね。ああ、そうです。清水さんに前教えてもらったからね。いや、うん。そんで、これがたまたまだからそれもたまたまなんですけど、うん、それはなんで見たんだっけな。あ、でもこの話題をするからっていうんで、うん、ちょろっとだけ検索したら、うん、さんが大事なレコードには、精製水を使うのがいいですって書いてあった。あまあそりゃそうでしょうね。そりゃそうですね。精製水ね。全然また違う話なんですけど、はい、うち乾燥機やるんですよね。乾燥機。うん、あの洗濯の。洗濯の乾燥機ね。うんうん、あのいわゆる単独でこうシャープのやつなんですけど、うんうんうん、まあ乾燥機と空気清浄機だわ、うんうん。あれ回すと水たまるじゃないですか。水溜まるんですよ。水水分をこう落とすようになってですね、うんうん、あれ精製水じゃないの。え、そうなの。違う、空気中のなんかね、精製水の作り方っていうのが確かあって、うんうん、なんかやっぱりその蒸気みたいなの上げて糸みたいなの垂らしてこうやって別容器取るみたいな感じなんでね、うんうんうん、っていうことならだよ、この清浄機に一応何乾燥機に溜まった水クリーナーついてるし、ここに溜まった水が精製水なのかな。であの不純物が、ね、ないってことだよね。不純物がない、だって空気中の水を集めてんだから。あ、そうか、不純物ないんじゃないの。でも機械のゴミがあるかもしれないけどね。まあそうです、うん、分かんないな。機械のゴミだったらでかいから、なんかこしゃいいんじゃないか、これ。なるほど。コーヒーフィルターなんかいいね、なんか、まあそしたら自分で精製水、自分で精製水、精製水一応400円ぐらいするよね。します、うん、しますね。それレコード流す洗うのに使えないなと思って。いや絶対使えないですよね、洗うのには。ちょっとね。でもあとそのさっき言ったその上からザーって流しながら、うん、マイクロファイバーでやるときに
結構ね僕はあの勢いよく当ててるんですよ、シャワー状態に、うんうん、まあそうですよね、取りたいですもんね。そう、あれはやっぱりそういう精製水とかでちょろちょろ流すだけじゃやっぱちょっと不可能だな。あ、それはそうですよね、うん、確かに。一応あの何ていうんですか、浄水器、浄水器側のシャワーなんですけどね、うん、一応ちょっとだけ気使って、うん、なるほどね。やっぱり今のところ水の激打ちくん一択ですかね。それ以外にはちょっと、まあ昔はね、洗剤を何倍かに薄めてっていうのもやったことありますけどね。僕前ちょっと話したけど、小学生の中学生の頃に近所の友達にママレモンがいいなって言って、うん、友達ビートルズのアルバム洗ってました、ママレモン。ママレモンだからなんかね、あれ洗剤は被膜ができそうな気がするんですよね、なんかね。あ、そうなんだ。うっすらと。ママレモンとかだと多分入ってないと思うんだけど、表面活性剤みたいなのが入ってるとまずいですよ、ね。海面活性剤。海面活性剤、うん。絶対入ってますよね、洗剤ってね。あ、絶対入ってんだやっぱり。うん。あ、それだと厳しいですね。うん、分かんないけど、落ちればいいんですけどね。あ、落ちればね。でも擦っちゃうかもしれないですよね、それで。分かんないですね。じゃあそれで擦ってよくて、針で擦るのは悪くないとか。ちょっと分かんないんだけどさ。まあ、いろいろ実験してみるのがいいかもしれない。実験か。なるほど、そこも実験か。代償がある。代償。あのレコード洗浄機みたいなのね。ありましたね、昔ね。今もありますよ。すごい売れてるんだって。あ、そう。うん、高いですよ。高いですよね。いや、僕も一瞬あれ買おうかなと思ったけど。買ってください。いや。あの水の激落ち込んで十分だったのに僕は自分では至ったんで。だって僕一番最初に見たやつってもう随分前になっちゃいますけど、俺が買えるレコードプレーヤーより高かったですからね。ねえ、うん、何十万から100万、何十万とか 100万とかもあったかもしれない、うん、ぐらいですよね、うん、うわっ思いましたからね。水当てて みんながそうやって悩んでるってことは必ずしもベストじゃないってことなんですよ。そうです、うん、いや、みんなあんな高いもん買えないから探してるのかもしれないですよね。いや、そうですね。だから水の激落ち込んでくる。水の激あの水の激落ち君、あ、でも水の激落ち君にもマイクロファイバーの臓器あるからな、誓ってたもんな。そう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 、うん、僕もその組み合わせですね、うん、あの四角いスポンジみたいなのじゃなくてね。あ、違う、あれは削っちゃう。あれ削っちゃうんだよ、ね、あれダメです。あれはダメだね、うん、あれ多分相当強いと思うんですよね、うん。あの洗うときよく思うんですけど、あの真ん中のシール結構強いですよね。あれ大丈夫なんですか、ラベル入れても。いや、そこはダメですよ。あれ全然俺濡らしてるよ。あ、濡らすのはいいですよ。あ、でも擦っちゃダメですから。擦っちゃダメですよ。あれ濡れても大丈夫なんですか、あの真ん中は。濡れるぐらいだと多分平気。平気なの。あれ剥がれないですね。あのワインのラベルだったら完全に剥がれちゃうぐらい。完全に剥がれちゃうよね。だと思うんだけど。あれでも擦るともう紙だから剥がれちゃう。ああ、うん、まあそうですよね。あ、全然大丈夫なんだ。いや、びっくりした。なんか強いんだね、意外と。意外とね、うん、そうですね。僕はあのちょっとこう神経質なところもあるんで、中古版の CD 買ってくると、うん、あのブックレットとか、うん、水の激落ち込んでシュッシュッってやって、うん、ちょっとこう表面拭いたりとか、うん、汚れてると嫌だなと思って、なんかちょっとこう変なのついてるとか、ね、やるんですけど、うん、意外に大丈夫ですよ。あ、そうですか。ほぼ 9割9分大丈夫かな。あ、たまにねちょっとダメなやつありますけど、でも基本やっぱコーティングしてあるんで、うん、大丈夫です、うん。僕は汚れてるんですよ、やっぱり。あ、結構そうなんだ。結構茶色くなります。うわ、汚れとか。あ、そうですか。僕ね、ここ5年ぐらいね、空気の悪いところ行くと、うん、すぐくしゃみ出ちゃったりするんですけど、アレルギーで。でね、その前までそんなことになったんだけど、まあ経年劣化でね。で、最近ね、中古レコードを買ってきて、うん、開けると、うん、結構ね、くしゃみ出る。くしゃみ出る時あるんだよね。ハウスダストが舞うんじゃないですか。舞うのかな、やっぱり。じゃあやっぱりね、早速それやらなきゃダメかな。僕だから、もうブックレットとバンと全部水の激落ち込む、うんうん。で、ケースは交換。あ、ケースは交換。うん、貴重面ですね。あのね、その交換するケースは、うん、
それまで家の CD のケースで使っちゃってソフトケースに入れ替えたんですね。そう、別にあえてそのために買ってはこないです。買ってはこないですよね。なるほどね。じゃあでも基本だから総特会的な。総特会的ですね、うん。アナログ版のね、中古版はね、汚いんですよ、とにかく。アナログの中古はね、うん、インナーとかが特に。あれ、さすがに水の激抑処分できないからな。どうしたもんかね。インナーはね、インナーボロボロの時多いしね。最近だから、あの最近の中古屋さんってインナーの中にレコード入れないですもんね。別でビニール入れてくれるんだよ。ああ、そうですか。あ、じゃあそれはいいです。そうしないと、もうその紙のインナーだともう破れてますからね、入れないと。なるね、黄ばんでるしね、はいはい。まあ輸入版だとね、もうその紙に直ですよね。直入ってますよね、うん、うん、直でいいと思うんだけどね。なかなかでもあれもな、やっぱり最近ちょっと思うんですけど、いわゆる今割とアナログブームだから、うん、給付でもアナログで再プレスしてアナログ出てるんですよ、うん、ああありますね、でそっちの方が安かったりする時もあるんですよね。まあでもまあ総じて3000円ぐらいするんだけど、あしますよね、うん、でまあ中古だと500円ぐらいもあるんで、うん、でやっぱり昔の版の方が音がいいような気がするんだよな、いや最近の新しいプレスってデジタルマスター使ってたりするでしょ。うん、多分そうすると結局ハイレゾを買ってきて聞くのと音変わんないんですよね、実は。なんかいまいちだよ。まあもちろんね、カッティングの時にね、それなりにちゃんとやってれば、ちゃんとやってればね、別にだいぶ違うとは思うんですけどね。なんかね、裏切られてるような気がしてね。だからこれから中古版に生きていくんで、カビとの戦いかなって思ったんですよ。カビとの戦いかなって。なんかやっぱね、あのオリジナル版っていうのを一回聞いてみたいですよね。あー聞いてみたいですね。あのオーディオファイルの人とか評論家の人たちがいっぱい持ってるね。何万円とするね。そう何万円とするね。で何万円とするオリジナル版躊躇するでしょ。何2万円とかでも躊躇するでしょ。躊躇しますよ。そうでしょ、俺なんかも全然躊躇するわけ。絶対買わないわけよ。もうあの3000円超えたら買わないから。できれば中古だったら500円とか1000円で買いたいから、うん、なんだけど、この間ね、うん、ギター屋さん、俺がよく行ってお茶の水のギター屋さんが移転したわけですよ、うん、渋谷に、うん、で、まあちょっと行ったのよ、まあ、こういうご時世ですけど、うん、でお茶の水実は最後なんで、大家さんちょっとあの人があんまいっぱいいないバーがあるんで、うん、だいたい俺しかいないんで、店長と僕しかいないんで、そこで最後にお茶の水で飲みましょうって言われて、うん、飲んで話してたわけね、うん、そしたらそいつ30代だと思うんだけど、彼は、うん、知り合いが親父さんが亡くなって、うん、親父さんのそのレコード版とかを全部ね、譲り受けた人がいて、うん、その人がビートルズの初回プレスとかを売ってるんですよっていうわけ、うん、それが、うん、まあ2万円ぐらい、すごい安く売ってくる、2万円ぐらいで売ってくれるんですよ、うん、だからあとニール・ヤングとかジェームス・テラーとか、うん、だから60年代、うん、70年代だから僕ね結構買っちゃってるんですよねって言われて、うん、お前偉いね俺買えないわみたいなさ言わないんだけど、もちろんで、その時にあもしかしてかなり俺イケてない感じかも思ったんだよね。なんかいろいろ言ってるけど、横の人こう2万円でオリジナル版とか買って安い安いって言って買ってて、ね、うんうん、こっちは2万円って聞いて安いけどドン引きしてるみたいな。あれいや、買えないですよね、そう簡単には。2万円の、うん、びっくりしちゃった俺、うん、いるんですね、でもね、うん、そういう人がで、まあ、いるからそういうのが商売としてで、彼もね、その有名なジャズ喫茶があるんですよ、うん、そこでガラードっていうメーカーの、うん、昔古いあのアナログプレイヤーを譲ってくれるっていう、それ結構安く譲ってくれるのって言ったら、あ、まあ、結構安く譲ってくるんですよ、50万うん、50万か、安い安いかみたいなさ、待ってでね、もうなんかだんだん自分が情けなくなってきて、うん、いつの間にか寝てたっていう寝てたっていうね、
すごいですね、でもね。どこにお金をかけるかですね。すごい、だからね、その、そういうとこに行ける、まあ、彼まだちょっと若いっていう人もあるかもしれないけど、うん、いや貴重な若者だから大切にしようと。で、若者じゃないけど、もう30だから。いや、でも、若いがゆえに、こう、お金の使いどころがあんまりよく分かってなくて、うん、ボンと、その時にこう、興味のあるものに使っちゃうっていうのはあるんじゃないですか。まあ、それはあるでしょうね。まあ、楽器で店長やってるぐらいだからね、うんうん、だから割とその楽器運転、うん、そういう趣味のところにドンっていく、もうだって、あの、かみさんのね、あの結構若いやつが、なんか最近時計がブームだとか言って来たの時計ロレックスとかね、来たなんか、あとなんだっけな、シャネルじゃなくてなんだっけな、100万近い時計を、うん、もう30代ぐらいの若いやつが平気でボンボンみんな買ってて、すごいね。でも別に家も普通の賃貸のね、安いアパートで、別にそんな高級なものをね、何でもかんでも持ってるわけじゃなく、なぜかそれだけこう一点豪華でダンダン。でも一点豪華主義でやるんですね。割とほらお金使わない人たちも多いじゃないですか、今若者。話に聞くとですよ、僕そんな若者と付き合いがないんで、うん、まあ、だって今時ねフェラーリとかって20代の IT 社長がバンバン買ってくるらしいですからね、まあ人ってお金があるからね、うん、そう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 、うん、まあでもそれもごくごく一部の人たち、まあ一部なんでしょう、一部なのかね。いや本当に一部でしょ、割とよく話聞くからねあの IT 系でお金持ってる人たちっていうのはね、うん、よし、まあ、でも初回行くです、買うぞ。それ譲ってもらったらいいんじゃないですか。譲ってくれないでしょう2万の今度聞きに行こうと思って、オリジナル版、うん、俺も買いたいなあの僕の知り合いがまず SP 版をかなりコレクションがあって、うん、あとスイングジャーナル誌 の一番最初の初号からダーッて揃ってますんですよ。出たそのも全部まとめて集めて、うん、あのズームでも飲み会できるような新しい形の、うん、ウィズ、俺の大嫌いなこのウィズコロナ のウィズコロナ時代の新しいジャズ喫茶を作るといいんじゃないの、うん、今日のこのかかってる曲は DSD で DA してますみたいなオーディオも古いの集めないとね。オーディオもね、にやってもらえばいいの、店長やってるぐらいだから。あ、そうですね、さっき言った、うん、うん、さっき君ね、熱心にこのポッドキャスト聞いてくれてるんでね。あ、そうなんですか。あんまり悪いことは違いない悪いことやってないと思うんだけど、あの、あんまり変なところはカットして、変なところはね、あの、そうそう、第1回から聞いてくれてるんで。ああ、そうですか、ありがたいです、そうなんですよ、ね、まあ、そういう人がどんどん増えてくれるといいですね。そうですね、まあ、リアルもあるといいんで、ぜひそのお店をお店あれじゃない、あの、だって都市部じゃなくていいんじゃないですか。どこで、家賃の安さのところに。どこだって。どこだでも人が来ない。でもそうか、家賃が安ければ置いてくれるもんね。でも収録毎回ここでやりましょうって、あの、あれだよね。清水さんだからやっぱり横浜でやんなきゃダメだな。大丈夫ですか、その、スイングジャーナルの称号とか置いてあるところは、鶴見のあたりなんで。捨ててないだろうな。なんか台風でその実家はまだ残してあって、でその人は奥さんと町中の方に住んでるんですよ。だからもちろん奥の方だと思うんですけど、台風で屋根が飛んじゃったんだけど直すのがお金がかかるんでとか、じゃああれどうしたのって言ったら、いやその部屋は大丈夫とか言われて、千葉とかね、なんかそういう家いっぱいありそうですよね。確かに台風で飛んじゃってね、ありますよね。千葉は家賃安そうだけどな。そうですね、うん、千葉ってすごい田舎ですね。少し行くとね、びっくりした。俺この前でって、いや田舎ですよ、こんな、これ僕はよく、ね、ゴルフで行くんで、うん、よくいろんなところ通りますけど、ちょっと行っただけですごいですね、千葉、はい、もうあの神奈川なんて全然比じゃないですね、やっぱりね、千葉はすごい。この間ね、ある人にちょっと連れて行かれたんですよ。そしたらイノシシが2匹走ってました。ちっちゃいイノシシが、本当これをいじめたら親が出てきて俺殺されるんじゃないかと思ってですっごいびっくりしてたわけで、うわイノシシ、いつ、いねえんじゃないか、
でしばらく歩いてたら生地が出てきました。うっそ、どこですかそれ。市原。市原で、市原って言うと僕、いやいますよ、僕のイメージだともうジェフ市原、ジェフ市原ですよ。 J リーグのチームがある場所なんですから。あ、まあでもね、だってね、ゴルフ場もいっぱいありますからね。ゴルフ場あるんですよね。だってだからあの辺のゴルフ場行くと普通に猿とかもバーンって出てくるし、この間行ったゴルフ場はあの鹿が出てきました。静か、うん、親子でのんびり草食ってました。自然が一番、うん、すごいね。すごいですね。だって割と東京からすぐっていうか隣接してるわけね。いや、そうですね。意外にものすごい大自然がいっぱいありますね。びっくりした。もう東京の横じゃないみたいみたいな。ね。すごいですね。東京だけがやっぱ特殊なんでしょうね、きっとね。まあね。でも神奈川っつったってあっちの相模原の方まで行かないと出てこないですよね、なかなか。いや、横浜とか神奈川じゃ熊出てくるか、猿はそうそう見ないですね。芝すごいですよ、猿。あ、そうか。ゴルフ場普通にいっぱいいますよ。へえ。そうですか。しかもだってそんな遠くじゃないですよ。うん、そう、遠くじゃないとこで出てくるからびっくりしちゃうんですよね。うん、それはね、まあ、箱根の山に猿はいるけどみたいな。あ、そう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 。うん、意外に千葉は。野生です。って全然雑談をして雑談失礼いたしました。いえいえ、はい、どっからする話なの。あ、お店をやろう。お店をやろう。田舎でやろう。田舎をやろうってやつですね。うん、まあでもそういう千葉もね、今アウトレットもあったりとかどんどん開発されてるから、そうですね、そういうところで土地安いのをうまく使ってそういうのはありかもしれないですね。そうですね。まあ、アナログのマルチテープレコーダーを買ってくるとかね、そういうのアナログのマルチテープレコーダー、それをかけてみるとかね。タクアってミックスできますみたいな。すごいね。何でもありだ。そう、ミックスカフェで。大丈夫なんですかね、今回のこの今の今回の話は。かなりやばかった気がしますけどね。かなりやばい。どうでしょうね。どうだろう。聞いてみていろいろ期待があったりして、ね、期待あったりしてね。よろしくお願いします。じゃあ締めますか。そうですよね。なんか一回なんかありますか。今日はとりあえず今日のところはそうですね。もう電磁波シートの話もしたしね。はい、うん、そうですね。じゃあ今回はそんな感じ で、ね、そんな感じですかね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また次回も楽しく、また次回も楽しく、ね、楽しく、はい、よろしくお願いします。話題にこと書かないからなですね、うん、ではどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。皆様いかがでしたでしょうか。次回は新エピソードでお送りしたいと思いますので、ぜひお聞きください。横浜ワイン会ポッドキャスト、このプログラムは名盤名演から最新録音まで、国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイトE音響ミュージックの提供でお送りしました。